革命関門は江戸がかのととりである年に発生すると信じられていた。革命を克服するために日本の山和朝廷より大学寮の諸博士に対して改元の是非を関門させた意見書である。後には孔子の年にも行われた。江戸がかのととりである年は真意時を呼び歴道で重視され、中国の液橋の川家ではこれは革命の年であるとされた。すなわち、 天命の改まる時で、社会に大きな変化が現れる時であると説かれた。日本において、正体四年は、親友の年で、三好清行は2月22日に、起念館貌を上書し、改元によって天都に応じうる証拠四箇条を列挙し、改元のあるべきことを論述した。この中で、三0は、駅抜きに、親友ために革命一、公子ために変われ一とあり、 死ぬ気に、土の絵馬川運、親友革命、孔子川霊とあるのを引用した。この権威によって、この年7月15日、演技と改元された。これを機に、大和朝廷は、親友の年に、記伝道、さらに、妙行道や三道、恩妙道の諸博士に対して、改元の是非を関門として提出させた。さらに後世には親友に次ぐ革命の年とされた。 皇室の年にも関門が行われた。文久までのカのととりの年の中で、戦国時代は、皇室が衰微して、改元の儀式を許可をし得なかった、英六四年と江戸幕府が、新遺説に否定的な朱子学を報じる立場から、改元に介入した、元那七年の場合のただ二度の異例を除けば、と、改元が行われた。明治維新の後はこの慣例は廃された。三好清幸は、 革命関門の中で、神武天皇の即位が、かのととりの年であったことにも言及しているが、この年は、衆の教の3年に当たる年、聖の観光が初めて覇者になった年だと述べている。これは、現代の歴史学では、紀元前679年に当たり、神武天皇即位期限とは19年の差があるが、当時の計算を示す資料として注目される。古代史脱災革命関門原文。 ありがとうございます。